いや、私が気になるのはインドです。インドね、はい、インドは いつぐらいに行きましたか。僕最初に行ったの19歳の時。なんでインド行こうと思ったんですか。それはね、一番はそのメメントモリっていう、あの藤原慎也さんって方の、あの写真集を、インドの写真集なんですけど、それを見て、あのなんだか犬が人の足にこう噛みついてる写真があって、人間は犬に食われるほど自由だっていうセリフがあるんですけど、何ですかそれは、何ですかそれはと思いまして、って思ってたら、まあ、うちの姉ちゃんが、三つ上の姉ちゃんが言ったんですけど、あんた10代のうちにインドには行っときなさいって結構命令口調でお姉ちゃん、うん、されたから、これもう行くしかないのかな。お姉ちゃん宙に浮いてません？ちょっと浮いてたんかもしれない。そんな現実ですよね、うん、10代にインドだと、うん、で、うん、実際そこからで計3回ぐらい行ってますね。へ、うん、4回目も行こうとしたところでギリギリで、あのコロナで国交が閉まって、だから今も心はインドにあるんですけど、へ、行けなかったから小山さん今心インドなんですね。心にはインドいや、もう昔からインドは人生を変えると言われている場所で、なんでなんですか、まあ、何がいいんですかインドは。インドは、まあ、分かりやすく言うのは、そのなんていう、街のエネルギーというか、うーん、すごい、まあ、場所にもよるんですけど、僕が気に入ってるのはバラナシっていう街で、バラナシ、うん、あのガンジス川がこう流れてて、こう火葬場が点々としてて、こう遺灰とかをこう流したりする、で世界各国からあのいろんな旅行者が集まってきてて、何をするわけではなく、こう川を見て、でもものすごい勢いで、いろんな、なんていうんですか、日本語、エセ日本語を使うインド人の商売人たちがガンガン話しかけてきて、なんか怪しいところに引っ張られていったりとか、なんか何もしなくてもどんどんこう物語が進んでいくと思う。なるほど、うん、巻き込まれていく感じですね。いやだからもう食もね、意外と大変、日本人に合わないものが多かったり、やっぱすぐ体調壊したり、うん、それはそうです、ね、インドってね、本当にもう氷にペロッとなるだけでも危ないぐらいの、うん、そんなレベルで本当合わないんですよ。そうなんですね。その不衛生云々じゃなく、合う合わないのそのものもあったりとかして、うんうん、だけどやっぱりまあ発祥の地ですから、いろいろと、うん、文字であり文化であり宗教であり、うん、そのだからやっぱそういう何かパワーがやっぱあるからこそ、うん、この地球の、うん、地球をこう作ってきた結構メインの場所なんですよね、このインドというところがね。あります、インド。でもライブとか。いえ、一度も行ったことがないです。ないですか。インドってどういうイメージあります。インド。象です。象ですよね。象いる。インド、そう、みんなあのインドに行くと象と写真を撮って帰ってきます。象に乗った写真を必ず見せられます、私は。インドといえば象。はい。乗りたいね、象。乗りたいですね。乗りたいよね。うん。ね、でも川をこう渡りながらスーパーがあったりとかっていうのはすごく聞いたことがあるので、うん、はい、なんていうんですか、まあ、市場。水上マーク。あ、そうです、そうです。なんかそういうのはすごく興味がありますね。ね、え、インドはなんかネパールとスリランカはあるって、うん、やっぱそのいわゆるインドの影響をものすごい受けた地域なんで、うんうん、いや確かにパワーはあるありますよね。あとヨガですよね。あ、ヨガ、インド、そうです、ね、ヨガなんですか。そう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 、初めて知った。インドがまあ発祥でね、まあ、ヨガ、うん、ね、うん、ダルシムとかもそうじゃないですか。ダルシム、ね、ストリートファイターストリートファイターの、ね、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、手取れるやつ、意味わかんない、ずっと浮いてる、伸びるやつありますね。うん、他なんかありますか。あ、うん、海外にすごくよく行かれると思うんですけど、うん、楽曲とか変化や影響がありますか。うんうん、やっぱ海外にもギターを持っていくのが、あ、持っていくんですか。へえ、やっぱ向こうでこうなん、ね、歌ったりとか曲を作ったりとかしますね。わ、すごい。うん、たまになんとなく気が向いてとライブしてとかあるんですか。うん、ある。やっぱ結構ね、なんていうんですか、そういう観光エリアとか行くとオフシーズンだったりするとみんな暇人がいっぱいいて、ものすごい人に囲まれてたりとか、そういうことも。日本語で歌うんですか。日本語で歌ってもいいし。その海外に行って、その現地の楽曲とかを、その英語だけじゃないじゃないですか、うん、そういう時はその現地の言葉とか覚えて歌を歌ったりするんですか。あ、いや、ヒンドゥー語はやっぱちょっと挨拶程度ですかね。メランヌムソーヘフンって言うんですけど、メランヌムソーヘフン、
ナマステじゃないですか。あ、ナマステです、ナマステ。私の名前は総平ですっていう。あ、メラン？メランネネム総平。ふん。メラン。語尾ふんはやめてほしいな。語尾ふん。鼻水が出ちゃって。鼻水がブーってして。へー、それでも覚えて、それ言った後だ。ちょっとつかみだけこう。あみがやくんって言うんですよ。そう、語尾ふんなんなんふんはなんなんやめてくんねえかな。です、ですとか。あ、そうなんですかね。うん、うん。面白いですよね。フランス語とか、あの、語尾息吐くだけとかありますもんね。ね。いや、本当ですか。いや、本当、本当。言った後に、こう、とか言うんですよ。でも、それ言わないと意味変わったりするへぇー。子音が3つ、4つぐらいあるんですよね。なんか、その子音が大事なんですよね。うん、うん。ふんふん。信じますよ。いや、いやフランス語は本当ですか。本当ですか。いや、フランスの方がインタビューして語尾4で終わって俺笑っちゃってる時があったんですけどね。いや、そんな感じじゃないでしょ。いや、本当本当本当。そんな顔してるフランスの方見たことないです、まあね、そんな話どうでもいいですけど ね。はい、そして現在福岡に住んでらっしゃる。はい、え、今今日福岡から来てくださったんですか。そうです。あ、そうなんですか。じゃあ飛行機で来られた。飛行機で来ました。ちょっと待って、申し訳ないですね。あ、そうなんですね。いやいや、はい、生まれが福岡、うん、生まれ福岡ですね。で、で東京で活動されてて、東京でだから15、16年住んで、2年前に福岡に戻りました。それかやっぱコロナ禍っていうのちょっとあったりとか、うん、まあ、ちょっと家庭の事情があって、あ、あって、うんうん、で帰ってみたら風がと風通しが、いや、まあこれね、ちょっと言ってみた感じなんですけど、うん、今住んでるところはちょっとなんていうか、河口沿いで海の近くで、へえ、でなんかそれでやっぱ道幅とか、うん、あの建物もやっぱり東京に比べると広いし、風通しがいいなっていう気はします。東京どこら辺で基本生活したんですか。僕練馬とか。あ、練馬もまあまあ活動してよくないですか。確かに、ね、そうですよね。だからちょっと言ってみただけいやだな、やっぱ福岡は今もうめちゃくちゃ本当発展してるし、人口もすごく増えてるしね、うん、増えてるらしいですね、めっちゃいいとこですもんね。結構今ビジネスマンはね、狙いは福岡だってみんな言って、みんなそっち買ったりとかビル買ったりとかしてる。いや福岡ですか、いい、やっぱ最高。もう出てくる気ないですかもうね。どうだろう、まあ、今気に入ってますね。ひとまずしばらくはちょっと福岡で感じですね。そうか、そうですね。みんな来てほしいです。いや福岡大好きですよ。僕も大好きですよ福岡。最高じゃないですか。あ、小山田さんもうすぐパパに。はい、あら、素晴らしい。え、いつぐらいですか。ありがとうございます。9月10、はい、いや寝れないですよ。あ、パパ、僕今3歳1歳です、ね、1歳ですから。もうしかもコロナが、コロナしか知らない子供ですからね、行ってみたら。あ、だから僕も普通に家の中で普通に帰ってきて、ただいまってマスク取ると、マスクって言われますからね、するの家でみたいな。もうただまあちょっと僕は今本気で育児やってるんですけども、はい、でもやっぱ育児ほど大変な仕事はないかもしれませんね。そうですか。有名な話で、元軍隊の人が、軍隊辞めて主婦をやってみたら軍隊の方が楽だったっていうぐらい、やっぱ育児大変なんですけども、もうすぐパパ。そうですよ。どうですか今心境は。いや怖いですね。怖い。不安ですよね。もちろん福岡で。福岡で。ね。はい、まだ分かってるんですか。それまだ言わないんですよ。男の子。あら、そうですか。はい、見ました。はい、3D エコーとか見ました。見ました。出てました。あの、はい、怖い。期待はないです。怖い。まあ、期待もだからすっごい可愛いらしいよ、可愛いっていうね話を聞くんで。それは楽しみですけどね。あ、同じ感覚ですね。全く僕もつかめなかったですね、うん、子供が可愛い、いやいやいや猫の方が可愛いよと、うん、最初僕もそう思ったんですよ。猫すごい好きなんで、うん、生まれてみると可愛いっていう言葉じゃもうちょっと表すのは難しいかもしれませんね、うん、僕は子供には自己愛を感じます。あ、なるほど、はい、うん、弱い、何もできない、何も知らない自分が生まれてきた。だからこれを愛するもクソもないんですよ、自分なんで。なるほど。自分だから世話しなきゃいけないし、ご飯あげなきゃいけないし、うん、自分だっていう感覚ですね。だから自分のこと愛してますかみたいなもんで、うん、いやいやいや、自分です、ね、自分だから転んだら俺も痛いしって感じ、うん、それでやっと気づきました。あ、そういうことか、だから可愛いんだなっていう、うん、自分だから。夢あります、こうしてみたいな、今だったら一応やってみたいな。男の子ですからね。いや、もう釣りが好きだから釣りとかどうかなって。いいですね
釣りとか最高じゃないですか。ちょっとね、釣りもしてくれて、うん、音楽もあって、うん、でいろんな景色を見せてくれるお父さん。旅行、そうだ。そう、旅行いろんなお話をしてくれるから、うん、自分が見てる世界だけじゃなくて、うんうん、確かに。いやいいですね。音楽の世界、もしも将来パパ音楽やりたいって言ったら全然 OK ですか。もちろんもちろん、うん、音楽ねやったらいいと思います。子供の自由に、うん、すごい少年性がすごくあるから、ね、お子さんが大きくなって一緒に歩いてたら兄弟だと思われるんじゃないかな。ね、うん、毎日兄貴なんか選ぶってんなみたいな。お兄ちゃんすごいねみたいな。いやあれ親父なんだけど。そう、うん、それは憧れですね。ね、うん、いや確かにあんまこう親父らしく叱ったりの自分でも想像ができないというか、うん、でそういうのも、ね、その感じが多いですからね。やっぱり基本的にはやっぱ男はどしっとっていう、やっぱ ねいざの時はやっぱ怒ったりとかしないといけないのかなっていうところで、ね、うん、まあ、そうですね、うん、僕もそう思ったけど、そういう先輩で言ったら、うん、15年後ねって言われましたけどね。15年。まだそんなにないから。そうでもない、子供急にそんなはそんなないからって言って、あそうですかと。いや楽しみですね、9月。いや楽しみ。おめでとうございます。ありがとうございます。また楽曲が変わると思いますよね。それもすごく楽しみですね。今後の活動を教えてください、うん、はい、今です、ね、全国13カ所を巡るバンドツアーをやっておりまして、はい、明日仙台で。なんてこった。じゃあ1日早く入ったんですね。東京に入って、そう、いうことですね。仙台行っちゃおう、仙台に入って、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回このツアーってどんな感じにしてみようっていうのはありますか。あ、それがそのサポートメンバーのかやくんって子がいて、それ前回のツアーでちょっと筋肉のトラブルで離脱しちゃったんですよ。筋肉のトラブルでした。だからそれでちょっと不完全燃焼で終わったツアーだったんですけど、ちょっと彼が復活して戻ってきたんで、なるほど、今回はちゃんと最後まで完走したいなっていうような気持ちですね。はい、なるほど、わかりました。ぜひとも、はい、一緒に行って楽しみましょうという話です。はい、はいはい、ということで本日のお客様、小山田壮平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。